どうも、こんばんは、井上です。今回は東京グールリインボーク、最強攻にムツキ討伐クエストの A にこちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。鈴谷十三統一パーティーですね。まあナイフの使い方をね、十三が、ムツキに教えたんで、まあ、もう一度一からね叩き込んでやろうかなということで、スペシャルガシャ限定の助走十三ですね。で、プレミアムから排出されるこの RE バージョンの先生の受け売り鈴谷十三と、同じくプレミアムから排出される狂気じみた連撃の十三ですね。熟練度に関してはこいつがちょっと足りてないんですよね。あと 20% なんで1体ですね、足りてません。では行きましょう。この最強氷のムツキ強いですよね。まあ、普通に有馬とカネキとか強いキャラだけでいけば十分なんですけど、なかなかね縛り入れてやると厳しいよね。こう統一パーティーとか、トーカちゃん統一パーティーとかやってたんだけどな、勝てないな。トーカちゃんのアタッカーキャラがね、なかなか有利属性とかもないんで。じゃあとりあえずナイフの使い方、あれなんだっけアブクソルとなんちゃらだっけ、まあ、こっちはサソリ56分の1ですね。真ん中の義足十三を中心に戦っていこう。ブレイクバースター持ってないんだけど、あのプレミアムのこの RE の十三と、RE の十三がブレイクバースター1個持ってるんですよね。ただそれ5突した時じゃないと発動しなくて、そう5突した時じゃないと、ね、発動しないんですよね。しかも武器耐久値を削るスキル内容じゃないんでね、なかなか調整が難しい。お題は結構おらオッケーオッケーオッケー、削れるね。とりあえず一旦しのげるな。多分ここではまだ格ね出してこないんじゃないかな。てかこれワンキルできるか、もしかして。お題は結構、いやいけなかったか。まあ置いとこう。まあ、相手の攻撃力も下がってるしね。ああ覚醒してきたわ。防御力 0.5 倍。おお危ないね。おおこれ助走十三じゃなかったらやられてたな。まあ後ろのね、あの十三は全員十三ズジェイソンなんで、まあ、今回サソリちゃんでねナイフの使い方を一から叩き込んでやるぞというコンセプトでやってるんで、叩き込め。オッケー。いやいいね、ロマンパーティーだね。ということで見てこれクイーン家のさ、このなんていうアイコンがさ、見てくれよこれ。前衛がこうサソリサソリサソリ、後ろがジェイソンジェイソンジェイソン、ナイフナイフナイフ、カマカマカマみたいな。いいねこの並び。早く死神の十三が出てほしいんだけど、まあまだ出ないかな、まだ3、4ヶ月先なのかなとは思うんですが、はい。ということで、お疲れ様でした。今回は、クイーン系、サソリ56分の1十三で、最強降臨のムツキに、まあ、ナイフの使い方をね一から叩き込んでやるというコンセプトの動画でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。